この夏おいしいものは何か、うん、東大へ行って考えましょう。金田さん、やっぱりおいしいのはロッテのタイガー。ぜんざい、ぜんざい、ロッテぜんざい、おいしいよ。あずきのつぶ入り、ロッテぜんざい。おまきこと、まことにぜんざい。わかっちゃうね。もう一つお願いします。何？もう一つ？今年もアイスはイタリアの。もう一つお願いします。何？もう一つ？ロッテのイタリアの。ファミリーカップもよろしく。金田さん、ご覧になった感想を。プロですよ、素晴らしい。具体的に一言。行ってみよう、ことぶきゴルフ。は？ゴルフ専門店の本格派、御徒町ことぶきゴルフ。僕も行きます。君も行く？ああ、自然は最高だね。全く若返るね。もちろん、本当に若返りました。自然は若い最高。アートネイチャー、長屋の梅酒。続けることが健康のもと。長屋の梅酒はキュッと爽やかアルカリ性。男は頑張ろう。長屋の梅酒。赤ちゃんのおしっこはカーブ、シュート、そしてストレート。そこでポケットをつけたウォーキーウォーキー、横までエラーなし。紙おむつはデフェンスが肝心。スポーツで発散しなさい。エクボの年の、エクボミルキークリーム。何してんの？背中塗ったんよ。あれ？どっちが背中？カチン。もうエクボの年。日焼けの後にね、エクボミルキーフレッシュ。ほう、これでニキビを防ぐわけ。うられニキビじゃない？もうエクボの年。ニキビ防ぎます、エクボアクネ洗顔フォーム新発売。ほう、汗を抑えるデオドラント。ハエやカニも効くかな。カチン。せっかき少女たちにエクボデオドラント。スポーツで発散しなさい。もうエクボの年の、エクボ洗顔フォーム。奪われてしまった。国鉄時代の金田投手は ON にアベックホーマーを3本も奪われてしまった。人に花持たせて男よ。男のウォームアップ、聖堂アウスレーゼ。日本一の富士山、第二富士ホテルで結婚式挙げたの。よかった。そう、幸せになってね。本当おめでとう。シティホテルの結婚式、第二富士ホテル。国鉄は今新しくなろうとしています。優れた人材があふれています。国鉄は豊富な人材バンク、スカウトの皆さんお願いします。